なんとなくここが海の向こうの大陸だってことは分かったんだけど、どうやって帰ればいいんだろう。やっぱり船じゃないかな。今の私たちじゃ飛べないし。となるとまずは船探しからだね。まるで名作 RPG の第一作目みたいで燃える展開だね。突然いなくなってイースンさんたち心配してるかな。早く帰る方法を見つけないと。けどさ、このまま帰っちゃっていいのかな。どういうこと。うずめだよ、うずめ。記憶もないのに一人でずっと戦ってるんだよ。帰るにしてもうずめの手伝いをしてからじゃダメかな。そんな気遣いは無用だぜ、ネプッチ。あ、うずめ、それってどういう意味なの。帰れる場所があるならさっさと帰った方がいいぜ。けどさっきはさ、初めて自分以外の人間、さて女神の俺が言うのもなんか変だな。まあ自分以外の人と話ができて、それで一緒に戦ってくれるっていうからつい浮かれてしまったんだ。だがな、元は俺とあいつの喧嘩だ。関係のないお前らがわざわざ危険なことに首を突っ込むことはないさ。俺の国のことは俺が何とかする。女神として絶対にだ。でもしたからには放っておけないよ。だってここにはうずめしかいないんでしょ。ずっと一人で戦っているなんてそんなの悲しすぎるよ。別に悲しくなんてないさ。それが俺にとっての当たり前だからな。一人で戦っているって他に女神はいないんですか。ああ、ここにいる女神は俺だけだ。じゃあ女神じゃなくても一緒に戦ってくれる人はいないの。残念ながら俺以外に戦えそうな奴はいないんだ。じゃあなおさら私たちに手伝わせてよ。一人より二人、二人より三人だよ。お前らが戦えることはさっきのでよく分かった。だが無関係なお前らを巻き込むなんて、そんなのカッコ悪くてできるわけないだろ。無関係なんかじゃないよ。だって私たち友達だもん。友達が大変な状況なのに知らん顔して帰れないよ。友達か。別に俺はお前らのことなんてたちだなんて思ってねえっての。ツンデレ一丁いただきました。あ、そうだ、うずめさん、一つ提案があるんですけど聞いてくれませんか。提案。私たちが帰るまでの間、うずめさんを手伝わせてください。はあ、帰るまでって。だからそれは危ないからさっさと帰れって言ってんだろ。そこなんです。全く見知らぬ土地をさまようことこそ危ないと思いませんか。どこに船があるかわからないし、それにさっき戦った大きいのだっていつどこに現れるのかもわからない。それにもし狙われでもしたら、私とお姉ちゃんだけじゃ対処できないと思うんです。何が言いたい。知り合ったのも何かの縁ですし、協力し合いませんか。なるほどな。俺はお前らの帰る方法を探すのを手伝い、その間お前らは俺と一緒に戦う。おお、さすがネプギア、一石二鳥のナイスアイデアだよ。しゃあない、どうせ言っても聞かないだろうし。ここはギアッチの提案通り協力し合おうぜ。娘さん、
ただし帰る手段が見つかったら四の五の言わず速攻で返すからな。はい。ここでもないかな。どうしたのお姉ちゃん、さっきからいろんな部屋を覗いてるみたいだけど。さっきの戦闘で汚れちゃったからお風呂に入るかシャワーを浴びたいんだけど、どこにもなくてさ。そういえば私も結構汗かいちゃったし、お風呂に入れるなら入りたいかも。クンクン。別にギアッチは汗臭くないぞ。いや、汗臭いかもって言ってたから試しに匂いを嗅いでやっただけだわ。けど安心しろ、汗臭いどころかシャンプーのいい匂いしかしないぞ。本当ですか？ああ、逃げも隠れもするが嘘だけはつかないのが俺だ。よかった。うずめがネプギアのフラグを建築しているけん、まさかネプギアが異性じゃなくて同性に攻略されるだなんて。お姉ちゃん、なんだかネプギアの将来が不安になってきたよ。お姉ちゃん、変なこと言わないで。だってネプギアったら頬をあからめて、しかも上目遣いだったんだよ。それなら疑われても仕方ないよ。だからそれは恥ずかしかったからで。相変わらずネプッチとギアッチは面白いな。もうウズメさんのせいでもあるんですよ。悪い悪い。そういえばウズメはどうしてここに？私たちに何か用？ああ、風呂かシャワーを探してるんだろう。さすがに風呂はないが、シャワー代わりならあるから教えてやろうと思ってさ。あるの？ついてきな。案内してやるよ。おひゃー！冷たくて気持ちいい！だろ？運動した後なら、なおさらだろう。ほてった体にこの冷水がなんとも気持ちいいよ。けど屋上の給水タンクに穴を開けてシャワーガールにするなんてナイスなアイディアだよ。まさに生活の知恵ならぬサバイバルの知恵ってやつ。ここの生活も長いからな、自然と身につく知恵ってもんだ。せっかくだしうずめも一緒にシャワー浴びようよ。冷たくて気持ちいいよ。俺はパス。なんで？まさか外で裸になるのが恥ずかしいとかないよね？いや、それに関しては慣れてるから抵抗はないんだわ。あ、そのなんだ、なんて言うんだ、その分かった。人前で裸になるのが恥ずかしいんでしょ。バカ、そんなわけないだろ。図星みたいだね。図星じゃねえよ。断じて今まで一人だったから他人に自分の裸を見せるのが恥ずかしいとかそんなんじゃないからな。わあ、全部自分で言っちゃった。あ、そうだ、私うずめのかっこいい裸が見たいな。かっこよく服をバッサーっと脱いで、かっこよくシャワーをバッシャーって浴びる男前のうずめを見てみたいな。誰もいないハイビルの屋上で裸でシャワーを浴びてたらワイルドでかっこいいと思うんだけどな。お姉ちゃん、さすがにそれは仕方ねえな。
ネプッチが？そこまで言うなら見せてやってもいいぜ。入らないのか？そうだよ、ネプギアも着ないよ。いい感じに冷えてて気持ちいいよ。でもその外で裸になるなんて恥ずかしいよ。お前はそっちか。何言ってるのさ、ネプギア。女同士だから別に見られたって困らないでしょ。それにこんな街中で裸になるなんてめったにできない経験だと思うな。そんな経験はできなくてもいいかも。よしネプチ、こうなりゃギアッチを脱がせるぞ。一人だけ恥ずかしがって脱がないなんて絶対許さないからな。やじゃー。ここには俺ら以外誰もいない。よかった。にしてもみんなでこうしてシャワーを浴びるのも楽しいもんだな。ずっと一人だったせいか余計楽しく感じるよ。じゃあさ、せっかくこうして出会えたんだし、娘がしたことのない楽しいこといっぱいしようよ。お風呂で背中流しっこしたり、一緒にご飯食べたり、一緒にいろんな楽しいこといっぱいしよう。そうだね、私もうずめさんと一緒に楽しいこといっぱいしたいな。ねプッチ、ギアッチ、じゃあ早速うずめとねプギアの発育